謹んで新年のご挨拶を申し上げます。2016年1月1日嬉野市は嬉野市制施行10周年を迎えました。そこで今年1回目の嬉野ホットステーションは嬉野市制施行10周年記念として未来を担う高校生たちと谷口嬉野市長の特別座談会をお届けします。まずは谷口嬉野市長より新年の挨拶です。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましてはすがすがしい新春をお迎えのこと心からお喜び申し上げます。いよいよ本年1月31日に嬉野市誕生記念10周年の式典を行うことになりました。多くの市民の皆様方にご参加をいただきたいと思います。この10年を振り返ってみますと合併協議会の皆様ご苦労をはじめ旧嬉野町旧塩田町のそれぞれの皆様方が心を一つにして合併に向かってご努力をいただき新しい嬉野市が誕生いたしました。嬉野市誕生後もそれぞれ課題はございましたけれども市民の皆様方が新しい市民として手を取り合ってこの10年間ご努力をいただきました。心から敬意と御礼を申し上げます。両町は合併以前から同じ塩田川の流域の町として共に栄えてまいりました。これからもこの長い歴史を踏まえまた10年経って合併してよかったという声をお聞きするようになりました。この新しい声を踏まえてこれから嬉野市がますます発展するように新年を機に努力をする覚悟でございます。市民の皆様におかれましてはそれぞれの地域コミュニティへの活動のご参加また子どもたちやご高齢の皆様にあたるまで人に優しい嬉野市を作ると温かい気持ちをお持ちいただきこれからの嬉野市にご期待いただければと思います。続いて特別座談会をご覧ください。新年明けましておめでとうございます。今日は皆さんのですねいろんな夢をお聞かせいただきたいということでお集まりいただきました。ありがとうございます。昨年はですね本当に塩田工業それからまた嬉野高校ともですね大変な活躍をされた年だったなと思っています。また昨年はですね嬉野市におきましても世界大会も開きましたしまた全国大会も開きました。またいろんな催し物を重ねながらですねいよいよ嬉野ができてからですね10年ということで本当に市民の皆さん方のご協力をいただきながらですね素晴らしい市が出来上がってきたなと思っています。まあ、そういうことを歴史としながらですね皆さん方にいろんなことをお話をしていただいてそしてこれからの嬉野市がですねもっともっと発展してそしてあったかな市になるようにですねそういうお話を聞かせていただければなというふうに思っていますので、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではそれでは最初のテーマに行きたいと思います。ふるさとの好きなところを教えてください。人一人一人が優しくて皆さん思いやりを持っている町だと思っています。また手話言語条例などが制定されて障害者の方も地域の中で一緒に住みやすい町になってきているのではないかと思います。お茶や温泉が有名でまた塩田の町並みなども歴史があることから様々な観光客が訪れている町だと思います。好きなところは嬉野町の商店街です。そこは隠れ家がいっぱいあっていつも学校帰りとかに友達と行っています。毎日温泉が入れて自分家は実家はお茶をしているのですが、はい、毎日お茶が楽しめてとてもいいです。
自然豊かで人がたくさんいるところです、うん、で神奈川の方へ就職試験行ったんですが、うん、道路がゴミでちょっと汚かったので、やっぱ嬉野は綺麗だなと、そこが改めて好きだと思いました、うん、空気が綺麗で、うん、自分が住んでいてとても住みやすくて落ち着く空間であるところで良かったなと思いますのは、実は嬉野市がですね、あのユニバーサルデザインの街を作ってるんですけど、この前のいわゆる全国大会をしました健康都市の中でもですね、人が健康であると、もう一つは環境全体がですね健康でなくてはならないというですね、そういうこう WHO のお話がありましたけども、まさにそのことをですね何名か言っていただきましたけど、緑がきれいとか水がきれい、人が優しいとか、そういうことを言っていただきましたけど、そういうのがこう若い皆さん方がですね、こう体で感じていただいてるんだなと思って、まあ、よかったなと思ってますけど、はい、またあの山口さんがおっしゃったの手話言語条例が出たんですね、九州で初めて制定いたしましてですね、まあ、いろんな課題はありますけども、障害をお持ちの方に対してですね、やはり私たちがこういろんな形で、対等の立場でですねお話をしたり、いろんな活動をしたり、そういうところができるですね嬉野市になりたいと思って、手話を使っていきましょうということでですねやってます、続いてですね、こうすればもっともっと良くなるのになと思うところを教えていただきたいと思います。改善してほしいと思うところは交通便についてです。例えば武雄とか鹿島に行きたいと思った時に、バスが少し高いかなと、バス代がね、なるほど。今度嬉野市に新幹線が通るので、いろんな観光客の人とかが来られると思うので、その街並みも残しつつ、ショッピングとかでもっと多くの人を集められるようにして、嬉野市をアピールできたらいいなと思います。今あの市民の方もとかですね、さっきお話がありました交通関係の方も入っていただいてですね、新幹線の駅前をどう作っていくのかという会議を持っています。でまたあの今お話があったあのショッピングのことについてもですね、商業ゾーンというのもちゃんとありますので、いずれできるんではないかなと思ってますですね。私たちはあのこの新幹線についても、この今の嬉野のですね自然をあまり壊さないような形でですね、作っていきたいと思って、全国に自慢できるようなあの駅前にしたいなと思いますですね、まあ、改善してほしいことは、もっとナイターをつければ夜遅くまでできるし、幅広い人たちに使ってもらえたらもっと良くなるんじゃないかなと思います。いや今の素晴らしいですね提案をいただきましたので、まあ、検討したいと思いますけど、市長さんが思う嬉野市、大切なことを教えていただいていいですか。まずはその安全、それから安心ということをですね、しっかりこう守っていきたいなと思って、まあ、努力をしてきました。おかげさまでですね、ここもう20年近くは全然こう災害の被害が出ませんでしたので、そこは良かったのかなと思ってますですね。じゃあこれからどうするかと言いますと、もう一つやっぱりその安全安心で暮らしていく中にですね、もっとこう生きがいを持って暮らせるような、例えば仕事を作っていくとかですね、それからあの教育環境をしっかりするとか、子育ての環境をしっかりするとか、今までもやってきましたけどまだ十分ではありませんので、そこらのことをこの10年を振り返りながらですね、これから次の10年しっかりやっていきたいなと思いますですね。翔太工業高校、嬉野高校ですね、私は本当に日本一の高校だと思ってですね、皆さん卒業されるわけですので、本当にこうしっかりですね頑張っていただきたいなと思いますですね。まずは3年間は噛む、絶対頑張っていただきたいと思うんですね。3年頑張れば、まあ、嬉野市が10年頑張ってきて、次は10年とかですね、一つの目標を持ってですね、やっぱりこう辛いことは誰でもあると思うんですよね。そういう時にすぐやめてしまおうかなと思わないでですね、続けることを、まずやめるより続けることをですね、ぜひ選んでいただきたいなと思いますね。この3月に皆さん卒業されるわけですので、すぐですねそういう立場になられると思うんですけど、特に一番厳しいのが3年目だと言われてますので、それを乗り越えてですね頑張ってきていただきたいなと思います。
そういうことでこう嬉野市民がですね、みんなこう高校生の方々を応援してますので、その背中にはちゃんと応援団がついているということを思いながら頑張っていただければなと思いますですね。皆さん今日は本当にありがとうございました。以上をもちまして地方今日は貴重な時間をいただいてよかったと思います。で就職で神奈川の方に出るんですが、神奈川から戻ってきての嬉野の街並みをもっと期待して楽しみにしたいと思っています。今日市長さんと実際にお話をしてみて、自分がまだ知らない嬉野の魅力をたくさん知ることができたし、これからの嬉野にもっと希望を持つことができました。これからもっともっと嬉野の魅力を伝えられるように頑張っていきたいです。文化スポーツ振興課より嬉野市社会文化会館リバティの1月の主なイベントについてお知らせします。1月4日月曜日成人式、1月10日日曜日リラックスコンサート、1月24日日曜日出張何でも鑑定団 in 嬉野、1月31日日曜日嬉野市制施行10周年記念式典記念事業が行われます。午前9時半から記念式典、午前11時から嬉野市出身岡康道さんによる記念講演、午後1時30分から嬉野音楽芸能祭が行われます。嬉野音楽芸能祭のみ整理券が必要です。好評につき整理券の配布はすべて終了いたしました。なお嬉野音楽芸能祭以外の催しは整理券がなくても入場できます。皆様のご利用お待ちしております。今年も嬉野市社会文化会館リバティをどうぞよろしくお願いいたします。1月の塩田町の在宅当番員はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の小児時間外診療はご覧の通りです。1月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。ユラックスコンサートのお知らせです。第7回ユラックスコンサートが1月9日土曜日、10日日曜日に行われます。ハンディキャップのある方やプロ・アマのミュージシャンが一堂に会して行われる音楽会です。日時・場所はご覧の通りです。詳しくは佐賀嬉野バリアフリーツアーセンターまでお問い合わせください。今年も嬉野ホットステーションでは皆様に様々な情報をお届けできるようにスタッフ一同頑張りたいと思います。今年も嬉野ホットステーションをよろしくお願いします。